皆さんこんにちは。少し時間は押してしまいましたが、今年も無事、ココフェス2020開催したいと思います。素晴らしいメンバーがですね、このコロナ禍にも、起きながら、集まってくださいました。本当に短い時間ですけど、今日は楽しい時間にしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ソーシャルディスタンスを保ちながらですよ。よろしくお願いします。ではエントリーナンバー1番、カズマ。皆さんこんにちは。ココフェスボリューム9、9回目です。今年コロナでできるかできないか分かんなかったけど、どうにかどうにか開催できることになりました。してるからいるんだよってね。でも本当に毎年毎年僕一番最初にやらせてもらってます。もうなんだろう、今年時間こそ短いんですけど、めちゃくちゃギュッてなってます。全ライブギュッてなってますんで、最後まで楽しんでいっていただけたらと思います。最後までよろしくお願いします。Let me ask you one more, can you stay with me? I can never live without your love. 明日がちょっとだけ素敵になるように I do anything for your love. I can never live without your love.
明日がちょっとだけ素敵になるように I'll do anything for your love 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 ありがとうございます。エントリーナンバー1番カズマです。よろしくお願いします。ココフェス元はといえば僕とミヤさんが、僕はココペリテというライブバーでバイトしてて、こんだけすごいミュージシャン来てんならフェスやろうよって言って9年経ちました。僕が30歳です。ってことは21歳だ21歳だったってことですね。まああっという間に時間も経ちまして、で今年はこうやってコロナでいろいろ大変なんですけど、もう今日はでもあんまりお話はしません。なぜならギュッてなってるから。今日はThank you.
長いイントロをお送りしました。さあ僕のステージ次の曲で最後にしますよ。もう笑っていいともありがとうございます。でね、僕はコロナの間ずっと趣味バドミントンだったんですけど、まあ体育館も使えなくなり、そして運動がねできなくなり、もうね時代は進んで僕の目の前に今ドローンが飛んでるというね、そういう時代になりましたけどもどうぞお座りください。気になりますね。あ、大丈夫ですか。あ、大丈夫。なんかウィーンって聞こえるんですけど大丈夫ですね。あ、大丈夫ですね。はい、で僕ね運動不足になったんで、最後僕の今日オープニングなんでね、もうこのあと日も暮れてどんどんなんていうんですか、ロマンチックな時間になってくると思うんですけど、僕は最後運動不足を解消する曲で終わりたいと思います。みんなあのドローンに惹かれすぎ、僕今日今歌っている。頑張るじゃないよ宝斎さん。皆さんで運動不足解消する振り付けあるダンスやって終わりたいと思います。どんな曲かっていうと、ふっと息を吐いてぐるっと首を回してそっと肩甲骨を寄せたなら、今難しいって思ったでしょ。これできたら気持ちいいんでぜひやりましょう。最初ね、ふっと息を吐いてぐるっと首を回してそっと肩甲骨を本当に寄せて、まだあります。ほらほら体も心もハート作って軽くなった気がするよ。やりますからね、これ人事じゃないですよ。今日ココフェスですよ、海に来てるんですよ。盛り上がっていきましょう。最後カズマ不足。気がするよ。みんな完璧なんだけど。パーパーパーパラパー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 パラパー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 パラパーパー、歌っていいですよ。パーパーパーパラパー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 パラパー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 パラパーパー、やっぱ気のせいだ一瞬のこと。違うんだ、原因はすべて
そう全て分かっているから。いきますよ。ふっと息を吐いてぐるっと首を回してそっと肩甲骨を寄せたなら、ほら体も心も軽くなった気がするよ、yeah! パッパッパパラパッパパッパパラパッパパッパパラパッパパラパッパ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 。何かを変えるのって大変なことで、やっぱり難しいことだから。三日坊主だっていい、いつかまた頑張れる。ラスト皆さんだけでいけるかな。ふっと息を吐いてぐるっと首を回してそっと肩甲骨を寄せたなら、なった気がするよ。もう一回行こうかな。ふっと息を吐いてぐるっと首を回してそっと肩甲骨を寄せたなら、ほら体も心も軽くなった気がするよ。ありがとうございます。きっとあれのせいだそうだそうに違いない、指先から足先まで完璧に。完璧に。黒セサミン不足、白髪にいいらしい。ナンバー1番カズマでした。今日ココフェス楽しんでって。そしたら次キーキーマントワーク。はい、まだステージにカズマがいるけど始めます。よろしくお願いします。よろしく。数年ぶりに対バンしたお前の歌とギター、ぎこちなくて間違えまくってムーズがゆくてさ、お前言うんだやっぱ続けてるシンガーはすごいって。何年も毎日歌ってるやつはやっぱ違うって。そうじゃないだろう、お前の10年やりたいギターもそこそこに、家族のため会社のため汗水垂らしてきたんだろう。こんな俺よりライブライブインライブエンラブ、俺もお前もステージに立つ命をかけて、ライブライブインライフエンラブ、泥まみれで生きるお前みたいに俺は歌いたいんだよ。童貞でいじられてたモテなかったマサヨンは、家を買って子供養って老人の体を拭いてる、一
緒に飲み歩いてた。ダメ人間のたかしは自分の店を持ち、従業員のために毎晩徹夜だ。俺が収録で歌え、お前が収録で働く、どっちがライブだ。どっちもライブだろう。夢を追うこと、誰かを守ること、誰かの夢を押すこと。さあ今日も対バンしようぜ。ライブライブイライフェラン、絶え間ない人生にもみくちゃにされながら。ライブライブイライフェラン、朝だらけで戦う、お前の歌が聞こえる、聞こえるんだよ。じゃあ音楽の話だけでもいいよ。あの時のお前が言った言葉、パクって歌にして俺やってるんだよ。かっこいいんだよお前。ライブライブインライフェラン、俺もお前もステージ立つ、命をかけて。ライブライブイン ライフェラン、あざだらけで生きるお前みたいで。ライブライブライブイン ライフ、あざだらけで戦うお前の歌を俺は歌いたいんだよ。イエー、ライブライブライブ。ライブ、ライブ、ライブ。ここフェス始まったぞ。ここが中心だろ。始まったからにはソーシャルディスタンスとか飛沫感染とかそういうの武器にして心まで自粛するなよ。聞きまたぐです。ずっとずっとずっと見上げてなかったな。青空を隠す雲を言い訳にしてさ、あの時もゴーサインは出ていたんだな、いたんだな。当てにならない神様って分かってたのにな、わかってたんだ。どうせ越えなきゃいけないな、突っ込もうか。逃げ道のない、あの乱気流へ。雪のなぎ僕を乗せて、炎を上げて浮かんでいく熱気球が、どこへ見せたその景色は、どこかの街で日が沈んで、どこかの街で夜が明けにく熱気球が、どこへ見せたその景色は、終わりのない物語を生きている。
ここからだって。言葉も悔しすぎる言葉も燃やして、楽しかった夜も辛すぎた朝も燃やして、空へ言われ続けてたんだ、お前なんてただ熱いだけ。でもそうやって吹っ飛んできた壊れそうな僕を乗せて、炎を上げて歌ってゆく熱気球は僕何も見せてくれる。どこかの街で生まれてきた、どこかの街で死んでゆくさ、熱気球は僕何も見せてくれる。くじけそうな君のために逃げ出しそうな君のために見せてあげる。いつかこの景色をここへその景色を、どこかの街で誰かが歌う、どこかの街で僕も歌う、見せてあげる。どうかこの景色を、終わりのない物語なんだ。じゃあ行こうぜ。ここからここからここから一緒に、オープだけは、あ、ここ別だけは唯一僕が一年の活動の中で胸を張って若手と言えるステージです。若手です。9年フル出場してずっと若手。飛び出したヘッツさん、エイジさん、ジンさん、一生このイベントにいてください。カズマはもう大丈夫です。あと1曲だけやって終わります。短い夏なんですけどね、今日1日だけかけて来てくれてる人もちらほら見えますね。とても長い長い夜明け前が続いていますけれどもね、こうやって音楽をみんなで楽しむこの景色を忘れなかったら、今日今年の夏は来てくれた皆さんの勝ちかなと思いますね。もう最後まで楽しむ気持ちと、あと心揺らしてちゃんと帰ってください。よろしく、焼き付けてね。鼻歌一つが世界を変える、口笛一つが人生を変える。
ミュージシャンでも何でもない。そんな君が口ずさんでた。たった一小節で僕も変えられた。どうにもならない太刀打ちできない。不安、失望、困難、逆境、そんな時こそララ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 ラ歌ってる場合ですよ、歌ってる場合ですよ、大丈夫さ、大丈夫さ、音楽がついてるよ。歩く速度もリズムも変えてみる。流れる景色がポエムに変わる。好きな歌はあるかい。たくさんたくさんあるかい。ほらそのすべてが君の武器になる。どうにもならない悲しみは来る。行き場のない闇の中でも歌ってる場合ですよ。大丈夫さ、大丈夫。音楽がついてるよ。
音楽がついてるよ。ひぎまなくでした。どうもありがとうございました。美佐子と正恵で二日者と申します。二日者です。言いにくい二日者ですが、どうぞよろしく。よろしくお願いします。よろしくお願いします。美佐子ちゃんです。正恵です。
冬は何ですか？あ、笛です。え、なんで？笛です。笛て。思いの丈を笛に込めました。そうですね。地球の男に飽きたんです、私たち。二日者ですが、どうぞよろしく。お願いします。ありがとうございます。若干すいません、ボーカルの返しを少し下げてもらってギターを上げてもらってください。すいません。で次の曲リモートライフっていうんですけれども、こうリモートのなんていうのかな、生活ずっと続けて、私こんなに人がいるの久しぶりなんですよね。なんかちょっとドキドキする嬉しいんだけどドキドキする。ずっとねこうお家でまあ OL 業もしてるんですけれども、パソコンの中でね全てが完結してしまってね、ありがとうございますありがとうございます。どうぞ、しつかものですが、どうぞよろしくお願いしますそうです美佐子ですマサエですマサエありがとうございます、リモートライフっていう曲を作りまして、で今日のこのフェスのために作った曲なんで、初めて皆さんに披露する曲なんですね。ちょっとこう四角い部屋にずっとこもってた私の思いみたいなものを歌にしてみましたね。飛びたいんだ君に会い
ありがとうございます。ではですね、もう少しこう悲しげな感じでアプローチしたいと思います。何を言いたいかというと、世間には私が一番かわいそうだと思っている人たちがいましてですね、いやそんなことないんですよ。でもね、どうしてもそう思いたくなるときってありますよね。しょうがないと思う。でそれを、まあ、自戒の念を込めて歌にしてみました。これが最後の曲でございます。あの歌える場所があるんで、みんな存分にね、あの参加してくださいね。あとあの手拍子入れるとこがありますから。生まれてこの方、幸せの不感症、道端に咲く花を踏んで歩いてきた。外出すれば雨、話す相手は影、そして他人の見てないものをねだる。かわいそうなあたし、かわいそうなあたし、かわいそうなあたし、スポットライトをちょうだい。かわいそうなあたし、かわいそうなあたし、かわいそうなあたし、今夜は酔わせてください。
てください。かわいそうな私、かわいそうな私、かわいそうな私。どうか弱してください。はい、じゃあよろしくお願いします。一人では 3年ぐらい続けて出させてもらってますけど、今年イットさんとのデュオで初めて婚約しました。やります、婚約しますしましたあの自分たちでは一度もそう名乗ったことないんですけど、行くとこ行くとこで今夜はとか今夜もとかつけて呼ばれてます。それ僕がつけてるビットイットです、よろしくお願いします。
ここにいる人いない人汚れてく空鳥の声癖になった です。あのいつも一人でやることが多いんですけど、バンドとか、まあ、二人組だけど、ね、柄にもなく今日はちょっとあの管理職です。あのイットさんはちゃんと正常な状態です。正常ね、今日はね悪い先輩がたくさんいるのよ。あの今日悪い先輩がたくさんいるのよ。少なくともステージが終わるまで伊藤さんをちゃんとさせておくことが頑張りだと思います。
これでいいのか、ラララララ、これでビトちゃん、はい、ビトとイットでビトイットです。去年は一人でやらせてもらって、すごい、次海見てるって歌やろうと思うんですけど、あ、ここフェスで海でサーファーズでバッチリだと思ったら、その曲を迎える頃にギターのピックアップの電池が切れて、なんかただ慌てて終わったっていうステージだったんですけど、その反省を踏まえて昨日電池を交換してきました。頑張りたいと思います。それでは念願からやりたいと思います。海見てる、よろしくお願いします。ポンポンポンじゃあ、いやね、ポン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 、はい、ポン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 、はい、はい、やらららいや、お日様がくるくる回ってく、あやらら、おいらの目の色も変わってく、あやら、ドキドキして生きてるあの人も、ああ、同じようなところがあるますけれど、おいら金持ってないよ。わお、海見てる。おやや、や、海見てる。逆さまのガラガラボンだってよ。ことはあるかい、みっともなく噂に振り回されて、ラララララララ、やきもち焼いたことはある。おおお、レゲエみたいですね、だけど全然違うよね。わお、海見てる。あやね、お、おやや、や、海見てる。あらら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 ら
なりますね。わお海見てる、あいやおやややう。Na goja pisinalo, wa chigila lesiyo wa heyo shimake, awa wa 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 tonight I live now, aisa oji sa, hena oji sa, yube no sango mi wa no koto na, ali ali wa na ba, eh wa na ba, emmenes, ai, oi 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 oi, oi oi oi.だけど全然違うよね。生まれも育ちも北国北海道でございます。海見てる、わーいやおやいやいや、海
ほうを立てて」「ライラライライララララララ」「都会の波を進め」「サックス伊勢賢治音楽賞」自分を傷つける愚かさよ Say la vie 一度きりの命に情けと救いを与えたまえ認められやしないわだかまりを余す日々の若者よ。ライ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 ララララライ。孤独の海原で。ライライライララララララ。沈まぬ術を盗め。ライライライララララララ。孤独に頬を立てて。都会の波を進め生きた証しを刻め どうもありがとう Thank you Japan, I love you Thank you so much Thank you, my name was Tokuto Satakuya OK やるだけやって次行くの？Thank you.
たけれどまだありがとうまでは言い切れないんだ。会いたいと会えないが今もまだ隣が勝っている傘をたためないさよならを後回しにしてきた君の優しさに甘げていたんだ。会いたいよ会えないよ今はもう二人で迎える朝はやってこない。今日は僕の三階席ありがとう。まあ今日僕ここ来る前から僕の曲ここに合うと思ってました。ありがとうございます最後の1曲です。宣伝して帰ります。今ツイッターのフォロワー増やしてます。よろしくお願いします。そしてフェイスブックにいいねください。よろしくお願いします。そんな曲です。いいね。ワン、ツー、スリー。さあ、コール&レスポンス。簡単。いいね、いいね。いいね、いいね、いいね、いいね。カモン。全然今日はね、あれ。電車の中に溜まったしょぼい電波とストレス、みんな自分にいっぱいで手をつながっていたくて、記事も読まずいいねをす社交辞令のよいしょだな。目の前にはこんなに素敵な人がいてさ、笑顔も笑い声もリアルな分かっちゃいるけど、でもね Facebook で記事を書いて Twitter で恥かいて、ネット社会の渦に飲まれて生きてる。空回りして汗をかいて今しめては頭かいて、なんとかやってんだシンガーソングライター、なんとかやってんだ。朝ごはんに出た鮭がちょっと大きかったんだ。そんなことで喜んでみてもそんなもんだろう。僕ら小さなラッキーを少しずつ集めてはいつか訪れるでかいハッピーを待ってんだ。スマートに生きるのが正しいんじゃなくて、散歩進んではまた散歩下がり、寄り道しながら行こうか行こうか。五島六部に鞭を打って酔っ払って頭打って、おかげさまで今夜もこうして歌ってる。偉い人には媚びを打ってみんなには CD 打って、なんとかやってんだ。いつもサンキューカホン伊勢賢治。
愛の渦に飲まれて生きてる。空回りして汗をかいて、今しめては頭かいて、なんとかやってんだ。シンガーソングライター、
とうございます、数少ないオリジナルの中からですねですね、2017年の、海にふさわしいビーチバレーボールのですね、ジャパンビーチバレーボールツアーの、表彰式の曲を、お届けいたしました。さあ、ここからはですね、はいはい、今日はですねいつも日頃お世話になっております、宝斎先生をですね、いやいやいや巨匠です、巨匠、皆さん巨匠です、やめてください、巨匠っていうのはやめてください、はい、皆さんいいですか、宝斎とか呼んじゃダメですよ、いやいや宝斎、巨匠ですからね、頼むから宝斎に、巨匠ですからね、本当に特に、諸先輩方巨匠と呼んでいただければ、ほんまにやめてください絶対にやめてください、ね、最近、方々で、諸先輩方から巨匠と言われる本当に恐縮しておりますが、ほんまに困る、はい、なので喜んでるんでね、喜んでへんわ会おうか、ね、でね、これからですね宝斎先生の、ありがたいソロをですね弾いていただくんですけど、そのお膳立てでですねちょっと3人ほどボーカリストをですねちょっとコーラスで呼びたいと思います。ほんまにやりづらい、本ボーカル市志美穂、そして内宇蔵幸、西加谷のやりづらい、やりづらい、本当によろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします。で、どうだよね、四大順と違う風に出てきた、市志美穂、西海彩の、内宇蔵幸です、ね、どういう方が説明したのか、はい、うちの制作事務所は、難しい漢字が多いと、皆様に言われますが、ね、いいですか、市志美穂でしょ、西海彩乃でしょ、内宇蔵幸でしょ、宝斎高弘に最初厚みですからね、もうね絶対覚えられないのカクカクした感じばっかりですけれども、じゃあですねここから宝斎先生のギターを聴くためだけの曲を今からお送りしたいと思います。And still those voices are calling from far.
Wake you up in the middle of the night just to hear them say Welcome to the Hotel California Such a lovely face Such a lovely face You're living a life at the Hotel California What a nice surprise のありがたいプレーをありがとうございました。アコギで弾かすなよこれをほんまに。いやいやいやね、いや弾けてるじゃないですか。いや大変だったわ、大変だったわ、指痛いもん俺今。巨匠やかましいわ。巨匠に一杯入りましたよ皆さん。押すんで早くやってくださいせーの、はい、ありがとうございました。さあ、ここからちょっと MC を向こうに渡そうかなと思いますが、ええそんな話聞いてませんけど石井さん。はい、はい、はい、皆さん、去年も、出させていただきました市志美穂です、よろしくお願いします。西川野です、よろしくお願いします。内宇蔵ゆきです。にぎやかしにね、にぎやかしのやってまいりました。ステージを華やかにするためにね、はい、そうですね、ジャズのスタンダードのね、皆さんがよく知ってる曲を今からお届けしようと思います。はい、Got to do some dancing, get in the mood. Mr. Watcha,
gonna hurt your time, they are just this week, there will be good to marry. Everybody must admit a dancing has charm. Working out the set of one you love in your mind. Waiting on the room with him, that's all you need to do. You must have to love to be in the mood. In the mood. That's where you got it. In the mood. Your hair is boring. In the mood. Oh, wanna hold it. Be alive again, the time we go to the house. At the house. Hey, play the head roll. We're in the mood now、さてここからは、あの私たちねすごい早いこのリズムが早いのこれだけでも大変なんだけど、はい、まだ楽器はねそうでもないらしいんですよ ね, ねソロ ね, ねなんか簡単なんですね、なんでここからは高速ソロでお送りしたいと思います、はい、ではトップバッターカズマ、そんなわけでですね、時間も差し迫ってまいりますので、次の曲最後でございます、はい、最後はですね、せっかく今日手伝ってもらったので、そして、いつもですね、サポートで呼んでもらってるカズマに感謝の意も込めて、カズマの曲で、締めくくらせていただきたいと思います、皆さんね、カズマといえばゆとり世代とね、今誰と一緒って言ったのどこだどこだミスターミスター暇つってこれあんま言いづらいな最後はですね、カズマ、ね、自分のことを歌った名曲をあの誰もゆとりだな私たちが歌っていいんでしょうか ね, ねあのね若干ね歌詞にねあの女性に歌わせていいものかどうか
んって思う箇所があるんですけど、そこは皆さん笑って過ごしてくださいね。ではですね、カズマの You to do it という曲でお別れしたいと思います。ありがとうございました。待ち合わせの改札後、到着午後2時9分、君の顔は歪んでて、僕はその訳を探す。きっとあの日でイライラしてるんだ。僕が遅刻したらしい。昨日は犬で送ったよ。待ち合わせは2時くらい。会いたかったから何も怒りながら、そういう時は普通に時に来るでしょ
宇宙座ゆき、ありがとうございました。準備の方はいかがですか、陽介くん。僕はいいんですけど、はい、多分ね、あの注文が落ち着いてないんじゃないかと思うんですね。まあ、あの、はい、並びながら皆さんには聞いてもらいましょう。そういう風にしましたか。はい、そうしましょうか。はい、じゃあもう、はい、もうなんか押してるという話ですので、石田陽介君に歌ってもらいます。はい、行ってみましょう。はい、よろしくです。よろしくお願いします。はい、酔っ払いの皆さん、こんばんは。イエーイ、酔っ払った、酔っ払ってる、ヤッホーイ。じゃあ、ね、今綺麗どころがいろいろこうにぎにぎしくやってくれた後なんで、綺麗どころがね、そう、綺麗どころがそうやってくれたところなんで、おっさんが一人でしっぽり歌いますよ。こんな状況でこんな素敵な夏フェスを企画してくれた皆さん、どうもありがとう。皆さんだってさ、超辛いこといっぱいあったと思うんだよね。まあ僕も辛いんだけどさいや僕だけじゃないよね、きっとね。あの音楽とかに関わっちゃった人たちはね、もう今とってもね、もう言えないぐらい辛い思いをたくさんしてると思うんだけど、そんな人たちに、いや違う、自分に応援歌を力いっぱい歌ってみたいと思います。転んだまま立てなくても涙が溢れて止まらなくても、下ばかり見続けてて手を伸ばすことやめてても、君はすごいという人々がみんな姿を消したとしても、ヒーローは君だ。ずっと前から走り続けてきたんだから、手拍子しよう、声を張ろう、息を揃えて手拍子しよう、力いっぱい背中をさせてもらうよ、手拍子しよう、手拍子しよう。
手拍子しよう、手拍子しよは、君の見ている景色を知らないヒーローの君に、僕たちは振り絞るのさ、両手を掲げて手拍子しよう、声を張ろう、リズムに乗せて力いっぱい背中をさせてもらうよ、手拍子しよう、初めましての方も多分いっぱいいると思うんですけども、9年もやってるんですね。初めまして、石田洋介と言いますよろしくお願いします。ありがとうございます、もうやっぱりこう実はさ、あの聞き回ったくさんがね、さっき、何回出ても最年少だって言ってましたけども、僕もね聞き回ったくさんよりは若干どころじゃないな、もうちょっと年上です、はい、もうやっぱ長いこと生きてるとやっぱ知らない景色がいっぱいあるんだなと今日この景色を見ながら思いました。ありがとうございます。そしてこのね、こんな状況の中みんなこうやって集まってるってことはもうそれなりの覚悟ができてると思います。はい、覚悟ができてますね。で僕は、ここ今年入ってからこの5ヶ月ぐらいいろんなところで、無観客で配信をしたりとか、もうお客さんを入れても絶対に手拍子はいいけど歌は歌うなと言ってきましたが、今日はちょっと皆さんでお歌を歌っていただいて、歌でちょっとパズルをやってみたいなと思うんですけど、歌でパズルをやるってどういうことって思うじゃないですか。大丈夫です、安心してください。みんな僕を信じて、僕の言うことを聞いてさえいれば、これからあと5分ぐらい聞いてさえいれば歌でパズルが一緒にできます、一つになれますからね。次の曲です、最後の曲となってしまいました。石田洋介です。パズルを一緒に歌いましょう。君がいるから僕は笑える、そばにいて抱きしめ合おう、君がいなくちゃこの絵は描けない、そばにいてピースしよう。2、3、4でパッタとこと、へこんだとこありがとう。僕ら
手拍子に変えて、しつこいけど2番。足りないものは誰かのせい、僕は逃げてた狭い世界で、余計なものは自分のせい、僕はごまかしてた自信のなさ。君と出会って世界は変わった、欠けたとこどうしよう、求め逗子のサーファーズに集まってくれた皆さんのリズム感をチェックしようかな。どうですか、手拍子を。お、あ、いいじゃないか。お、逗子のリズム感はなかなかいい、最高、さすがです。さすがココフェスのお客さん、最高です。じゃあその手拍子をしたままでちょっと僕の話を聞いてください。これから今この手拍子で一つになったこのサーファーズを僕は無情にも真っ二つに分けたいと思います。どのように分けようかな。じゃあちょうど今日は歌が上手な男性と歌が上手そうな女性が半分半分ぐらいいるから、男性と女性に分けようかな。じゃあですね、男性の皆さん元気ですか。あ、大丈夫です、元気です。じゃあ男性の皆さんは今から僕が歌う歌を覚えてください。覚えて一緒に歌ってほしいです。いいですか。これはあの脳トレでもありますから、すぐに覚えてください。そして忘れないように、いきますよ、こんな歌です。男性、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。ひとりひとりが大切な、ひとり覚えて歌う。ひとりひとりが大切な、ひとり、はい、歌う。ひとりひとり、みやさん歌ってる。ひきまたくん歌ってる。大切な、ちゃんと覚えて歌うように。ひとり、さあもう一声。ひとり、そう、みんな大切だから。ひとり、誰一人サボっちゃダメ。大切な、そういうこと。ひとり、ワンモーチャン。ひとり、男性。ひとりが大切な、ひと、ありがとう男性。男性に女性は拍手をしてあげましょう。素晴らしい歌を聴かせてくれた男性のみんなに女性の拍手が心に染みると思うよ。さあ、そして今拍手をした逗子の素敵な女性の皆さん、もしくは自分を女性だと思っている皆さん、準備はいいですか。今から僕の歌を覚えてほしいんですよ。さっき男性に歌ってもらった歌とは全然別な歌なんですけど、こんな歌です。覚えてね。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。君の大切な僕がいる、僕の大切な君がいる、君の大切な僕がいる、大切な君がいる。カモン。君の大切な僕、ボッティボッ、僕の大切な君がいる。で、
君、君の大切な僕、ひっくり返る、僕の大切、そう、またひっくり返る、君の大切な僕がいる、そう、僕の大切な君がいる、よ、君の大切な僕がいる、僕の大切、女性感じじゃないですか。おい、厨子は女性の方が元気なのか。あ、素晴らしい、天使のような歌声が聞こえる、天使のような歌声が聞こえる。どうもありがとう、女性に拍手しよう男性。いやもう厨子の素晴らしい女性に囲まれて厨子に集まってくれた男性は幸せ者だぞ。幸せか、幸せか、女性も幸せか、みんな幸せか。そしたらその幸せな気持ちをさっき歌った歌に乗せて僕に届けてほしいんだよ。いいですか。男性、さっき歌ったやつ、よもやもう忘れたとは言わせない。いいか、もし忘れちゃった人がいたら僕に後でこっそり教えてください。有名な脳外科医を紹介しますよ。いいですか。男性、さっき覚えたやつ、いくぞ。ワン、ワン、ツー、スリー。ひとり、ひとりが、そういうこと、大切な、男性そのままで、女性先です。君の大切な僕がいる、僕の大切な君が、もっと頑張れ。幸せなんだろ。コロナがどうしたって、自粛が慣れて、明日まで最高だろうが、最高だぜ。一人、一人、僕がおしまいって言うまでやめちゃダメだからね。最後のピースを僕がはめます。もうちょっと頑張って。最高だぜ。いや、君がいるから僕は笑える。そばにいて抱きしめ合おうぜ。君がいるから僕は笑える。そばにいてピースしよう。もう一回。春子祝辞の社君、ありがとう。サーファーズ、ありがとう。ウー、一緒に寄ってる人はどうもありがとう。ウー、ウー、ありがとう。ピース、石田洋介、ありがとうございました。さあ、そろそろ大詰めですよ。次は富安秀樹。どうもこんばんは。さっきタクが富安さんや鉄さんや英二さんやって年寄り扱いして、俺の上にはもう一人いるんだ今日は。そんな割と上の方の年代です。明日まで、わっさまよ。
忍ばれる風さまよ よするなみもさ たいのいろもここ歌い歩いております。歌う幸せ行商人富谷秀樹です。よろしくお願いします。今日あのここまであのミヤちゃんのとあのポコペンのと一緒に来たんですけど、そこにもう一人女の子が乗ったって、僕が横にその女の子と横に座り、よっよっ、聞きまたくの知り合いだ、あそうなんだ、あいつ暑苦しいやな、そうだにとかってあいつ言うんだけど、そんなこと言ってたらあんたどこの生まれよ。知らないと思うけど愛知県 の, あの一番隅っこに豊橋っていうとこがあるんだけど、俺も豊橋生まれ。そんな朝から、朝っていうか1時だ出会いがありましてここにやってきてます。思い出したので自分のふるさとの海を歌ってる、こんな歌を。名も知らぬ時島より流れ寄るヤシの実ひとつ、ふるさとの岸を離れて、慣れはその波に行く月、この木は生い茂れる、枝はなお影をやなせる、我もまた渚を枕、一人身の浮き根のた思いやる八重の潮地、いずれの日にか国に帰らん、ヤシの実という曲でした。どうもありがとう。やっぱり海辺ですからね、さっきのあの伊勢くんのようにあのちょっとねおしゃれに、でもあの今写真撮ってるんでね、サックス受けとは言えない、こういう時は自前でやるしかない。あ、トロンボーンだったこれ。黄昏迫るベイブリージュウェイ、家路を急ぐカモメたち、
渚の灯台岬目指して車を走らせよう潮騒の歌聞こえる上島のゾム恋の浜明かり十五夜ためらいがちにそっと頬に口づける Full moon kiss 踊り明けそう波打ち際裸足のステップ Full moon kiss 照らしておくれいざ酔う明日へのモーンライトダンス、まあ、こういう時にあのさっきの女子3人がこうアンドリュースシスターズでインドムードのようにいいな伊勢くんバカ野郎パパララッタッドゥ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 伊勢くん届かぬ夢追いかけ未だ旅の途中さ行くあてのない波又だよヤシの実ひとつせめて今宵ひとときいとおしい風に包まれて砂に映る二つの影星屑に溶けてゆくいいねフラフルムーンキス踊り明けそう波打ち際裸足のステップフルムーンキス照らしておくれいざ酔う明日へのモーンライトダンス それでは、さっきもちょっと言いました、僕よりもちょっと上です、じいさんとそして、恵子さんは若い恵子さんでした。おう、ハーフムーンのお二人にとちょっと、なんかいいですね。よろしくお願いします。もうねじいさん元気ですね本当にね素晴らしいです。いつもあの今日もドローンでこう上からあの頭見せてやろうと思ったらそしたら落ちるかもしれないから、ねじゃあ、ハーフムーンの、3人と一緒にお送りしたいと思います。ちょうどこう星も出てくるぐらいなのでこんな歌を。赤い目玉のサソリ広げたわしの翼青い目玉の子犬光の蛇のとくろオリオンは高く歌い
足を着たり五つ伸ばしたところ子馬の額の上は空の巡りの目当て星の巡りの目当て弾むな二人には逆勝それではちょっと賑やかくいきましょうかね待ち構えておりましたココペリテジャグバンド部宮森君を中心にポコペンねみんなお今日はあれ あのなんだあれ呼吸呼吸だったみんなでお送りしたいと思いますよかったらお手拍子を拝借月の光を浴びて思い出す顔はいつも笑ってるあの日の月が照らしてくれるあの頃はまだわからない二人でいれば世界が変わった思い出ばかりで切なくなるけどあの日の月が癒してくれるよかったら皆さんも一緒にいつでもいいよ僕はここにいるよいつでも老いないな僕はここで歌うよ月の光で七色のボンボーハーモニカ叩くニコ もう一丁ジンさん、カモン。離れていても
月の光を浴びて思い出す顔はいつも笑ってるあの日の月が見守ってくれるいつでもいいよ僕はここにいるよいつでももういないな僕はここで歌うよ月の光で七色のルンボこれで僕はこの後はハーフムーンのステージが待っておりますゆっくり最後までお楽しみいただければと思いますそしてココペリテジャグバンドでは逆勝じゃあみんなで一緒に歌おうぜいつでもいつでもいいよ僕はここにいるよいつでも追いないな僕はここで歌うよ月の光で七色のムンボ月の光で七色の月の光で七色のムンボラスト月の光月の光で七色のムンボどうもありがとう飛びやすでした土曜日サラスバでライブするよとみやすひでゆきハーフムーンアロハーごめんなさいじゃあ、1曲目は、ハワイのカロコの森の歌を歌いますお話聞いてと言っている流れる川も花も虫もお話聞いてと言っているを奪わないでもう
ありがとうございます。どうもありがとうございます。今コロナも大変ですけども、海の生物たちはね、プラスチックがたくさんで本当に息もできないほど、そしてそれを食べてしまうとお腹がいっぱいになってて他のものも食べなくなってそのまま死んでしまうというね、そういうことがあります。なのでぜひ皆さん、ちょっとでもね、風に向かう、プラスチックのなんかプラゴミがちょっとでも行って下水に入っちゃうと、もうそれが全部この綺麗な海に通じてますから、ぜひぜひそういう時は追っかけてって自分で取って、ね、持って帰ってもらいたいと思います。海が綺麗でないとやっぱり森も大切、森も綺麗じゃないと海も綺麗じゃないっていうね、そういう循環になってますので、せっかく今日ねこういうサーファーズで素敵な気持ちいい風を受けたと思いますから、皆さんぜひぜひお家でもね実践してもらいたいなと思います。じゃあ新しい世界がやってきました。バイバイバイ。
ハーフムーンのコーナー最後になりましたので、また富安さんに入っていただいて、そしてジャグバンドの皆さんは客席で一緒に、ね、弾いてくださいね。はい、G です。そしてフラン踊れる方はどうぞ踊ってもらいたいと思います。世界中の子供たち、愛してるあなたのこと、愛してる自分のこと、愛してる地球のすべてを、みんなで平和の愛をというところが来たら、ぜひね一緒に歌ったり踊ったりしてもらいたいと思いますが、ココフェス来年10周年ですね。すごいです。来年はもうみつみつでいけるようになりたいですね。いや今日ここへ来てなんか不思議だなと思ったら、テーブルがやっぱりあのソーシャルディスタンスなんですね。去年まではもうこの辺もうびっしり入ってたんですけど、隙間があって、もうしかもここは海風入ってくるんで換気もいいし、今日来た人は免疫力上がってるんで絶対大丈夫です。じゃあ世界中の子供たち、
した。ハーフムーンたくまじ。たくま恵子、すってはげさん。ありがとうございました。ありがとうございました。もうね、今日はできてよかった ね。どうなるかと思ったけど、割と普通じゃんか。ね、みんなもちゃんとルールを守ってね、いい感じじゃないか。ソーシャルディスタンスしてね、もう今年の夏はもう絶対忘れないね。最高の夏になりました。ココフェス鉄であの日
海の向こうまで行ってみたかった。長い時間がかかるんだ、人が空気になるまでには。長い時間がかかるんだ、人が海に帰れるまでには。みんなバディだろ、悪さしようぜ。きっとね、みんな出てくるよ、いろいろ途中からどんどんね、ジンさんとか出てくるよ、みんな出てくるよ、カズマとかもきっともう待たないからね、時間ないから。オッケー、みんな盛り上がってるかい。オッケー、悪さしようぜ。俺たちみんな仲間だろ。いや、俺たちみんなバディだろ。ヘイバディ、ヘイバディ、ダンスダンシング、うまくいかない恋もある、すれ違うところジタバタしても遅い、いいね、飛んだくれて忘れよう、いいだろう、お前と俺は同じ匂いがする、諦めるのは早い、一人きりじゃないぜ、行くぞ Hey buddy、 しけたずらし
してないで、また悪さしようぜ。もう大変だ、もう一丁へばれ、しけたつらしてないで、また悪さしようぜ。カズマへばれ、カズマカズマカズマ、また悪さしようぜ。やつもいる、逃げたんじゃないさ。夜に吸い込まれて一休みしてるんだ。空から覗いてるやつも、縁の下のやつも、いつもの場所で会おうぜ。サーファーズ、お前と俺は同じ匂いがする。諦めるのは早い、一人きりじゃないぜ。いくぜ、してないで、また悪さしようぜ。もう一丁、ヘイバディ、しけたずらしてないで、また悪さしようぜ。もう一丁、大きな声で、ヘイバディ、しけたずらしてないで、また悪さしようぜ。もう一丁、ずらしてないで、また悪さしよう。オンベース陣ささ、今日はもう最高の日だね。ねえ、暑すぎず雨も降らず、ねえ、もう最高だよ本当に。そして今日はね、ちょっともうこっからは宮森くんがやってる、そしてまあタクがやってるね、またライブハウスでね、もうライブハウスがなくなったらもう俺たちは本当に行くとこがないぞと、悲惨なねそういう哀愁を込めたね、切ない歌なんです。そんなわけ、入ってた哀愁だって、もうまたライブハウスで、そんなマイナーだったっけ、またライブハウスで
ここで一緒に死ねたら。なんかそんな子でもね、もう俺はね15歳の時からね、あのライブハウスで歌うようになって、今年でだから43年間、はい、未だにライブハウスがマイホームです。本当にもう全部よ、こういうのもライブハウス、全部ライブ、とにかくライブが基本な、もうコンサートじゃないんだよ、ライブなんだよ。もうこうやってあのみんなが近くにいてディスタンスしながらもねソーシャルしながらもね、みんなあの少しずつ距離開けて上がろうぜ。いや、いいよ、まあだからやっちゃった、ね、皆さん今日は本当どうもありがとうございます。素晴らしいよ宮森くん、ありがとうございます。よくぞやってくれたっていうか、もうね誰かがやらないとね始まんないからね、もうみんなビビってるからさ、もうやっぱどん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 やってり続けていかなきゃ。そういう意味ではね、もうこの男バカだからね、もう全国でやり続けてます。紹介します、オンボーカル菊間拓。ありがとうございます。ゴーレス今年も本当に再開できてよかったですね、ありがとうございました。毎年ね、8年間、過去8年間はずっとこの時間は、高田英二の永遠で終わってました。でも今年は、宮森さんの考えもあって、あと英二さんの心意気もあって、最後またライブハウスって曲で終わらせてもらいます。ありがとうございます。そうなんです、私たちがやってくれてるまたライブハウスっていうねプロジェクト、これのおかげで僕ら、ライブハウスやってる人間もずいぶん勇気づけられて来たので、なんか僕らもそのまたライブハウスでプロジェクトに何か貢献できないかなと思って、サラスバティイベントに出てくれてる、素晴らしい皆さんたちにお声をかけて、サラスバティ弁天バージョンのまたライブハウスで、を、この間映像と、レコーディングの方をさせていただきました。8月の25日ぐらいに、配信を開始したいと思います。でそこで、皆さんに投げ銭を頂戴したいと思います。もちろんタダで見ることができる、いつも通りの YouTube のサイトでございます。でも見ていただいてちょっとでも、何かこうその効果を持てていただいたり、なんか、気持ちが伝わってくれたんだったら投げ銭を頂戴できれば、その金額は、全て、またライブハウスでプロジェクト、タクちゃんたちがやってるまたライブハウスでプロジェクトに、はい、全て寄贈させていただいて、また新しい力を作ってもらおうと、思っておりますので、ぜひぜひ皆さんに、ご協力いただければと思いますので、よろしくお願いします。その、参加してくれたメンバーたちが今オンステージします。で、それ以外の、今日ここに集まってくださった、指定していただいた皆さんは、前にぜひ、集まっていただいて、ビドちゃん、ジャグバンド部のメンバーイット君も前にお願いします。ただちゃんとあとオンブレス の, お参加のこちらの方に集まっていただいて、全然こう、じゃあ、そして、今日出演しておりませんでしたけど、またライブハウスでプロジェクトを、参加しております。史上最年少、小学校3年生、マキトです。じゃあ行きますか。お願いします。はい。まあ俺、じゃあ俺が締めちゃおかしいですけど、あのライブハウスを絶対守るために、こういう場所をね、みんな好きで集まってると思うんで、守るために今日は一緒に歌ってください。で、心に焼き付けてください。ありがとうございました。拍手に
当たり前